フリードムワンダーです、サンセットパーク久々に来ました。天気のいいね土曜日です。D ラインというねオレンジの、NR か、に乗っかってくると、まあ、こんな感じで今サブウェイのステーション36ストリート、出てます、というようなところでね、まあ、ちょっとこの辺りも、散策 と、ちょっとね様子を伺いに、来てみました。というようなところでね、まあこのままちょっと街の様子だったりとか、見ながら、今そこにね BQE っていうね、フリーウェイがね通ってます。そこの、越えたところ、向こう側にねまた、このコロナ禍から抜けて、再開したようなね感じ、数週間ぐらい前か数か月かというようなところでね、ちょっと様子を見に来ました。まあ、この辺りも含めてね、ちょっと周りを、散策してみたいと思います。それではThank you.
聴どうもありがとうございました。長々とねした感じでしたけれども、まあニューヨークのね、まあ最新情報であったりとか、まあこのコロナ禍過去1年ずっとね映像も撮りながら、街の様子をねお届けしながら、まあ200以上上げてますので、まあもしねご興味ありましたら、そちらの方も、URL ね一応下の方にね貼っておきますので、これからもね新しいニューヨークがねどういう風にね動いていくかということも皆さんにねご紹介できたらかなともね思っております。というようなところでチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね次回お会いできるのを楽しみにしております。それではまた。